38体のの人型実態と風船の総称ですこのオブジェクトは甲州市にて失踪した児童の特徴と合致し一列に並び前の個体の衣服の裾を掴んでいます移動速度は歩行とほぼ同等にもかかわらずこれに衝突した際の威力は時速1 2 0キロの汽車と同じレベルです周囲が暗くなるとその速さは時速1 5 0キロまで上昇その後児童に向かって進行しそれを見た児童は最後尾に接触してオブジェクトの一部になります